はい、まあ、今日の試合、しっかり最後まで、頑張って、全員の力で走り抜いたところは、あったので、まあ、それが勝利に結びついたかなと思います。ただやっぱり攻撃の部分で、やっぱりどうしても前から前から、行こうとしてしまう部分、焦ってしまう部分があったのと、あとはどうしても攻撃が狭くなってしまっているところもあったので、次の試合に向けてはもう少し、広く広く攻撃を使えるようにしていきたいと思います。あとは、試合最後の方になってくるとやっぱりへばってきて、どうしてもそのハイボールの、ディフェンスのところに飛んできたロングボールの、処理ヘディングのところがちょっとなかなかできなかった部分があったので、そういったところも最後までしっかり、頑張ってヘディング、対応できるように、していきたいというふうに思っています。はい、次の試合はもうどんな感じで頑張るの？もうこれよろしいかな？じゃあ、次の試合、次の試合については、まあ、ナルト渦潮でかなり強いチームで、かなり前からのプレスっていうのでなかなか自由にさせてもらえない部分はあると思うんですけども、まあ、まずは守備の部分からしっかり頑張って、でそれで少ないチャンスになるかもしれませんが、そのチャンスをしっかり生かしきれるように、また決定力を上げていけるように、今後の練習に励んでいきたいと思います。以上です。ありがとうございました。